そう、阪神の選手、矢野監督を恐れていた。さっきまで選手の中には指揮官に意図を覚え、顔色を気にする者もいた。だが、球界最年長の岡田監督は結果を淡々と振り返り、試合後も距離を置くため、選手は一喜一憂しなくなった。助言や指示は前回同僚コーチを通じて伝え、新聞記事で監督の思いを知る選手もいる。矢野先生とは何だったのか。あのノリを言おうと思わない方がおかしいでしょ。いきなり色紙持ってくるやつ他に見たことあるか。実は坂本がこれ言ってそう。先生じゃなくてゲイカって呼ばれてそう。よしくハイタッチって何かのゲームであった気がするんよな。村人が洗脳されてぐるぐる回るみたいなやつ。誰が見ても矢野は気持ち悪かっただろ。よく選手を育ててくれたとは思うよ。問題は宗教よ。岡田で優勝したからって矢野をこき下ろす記事が出ると思ったけど、こんな感じで出るんかい。二軍監督なら良いんじゃない。一軍だと勝たないといけないからおかしくなったのかなと。元からあれだったら怖いよ。行くってことは敬ってるってこと。恐れは敬意やね。今年の岡田監督って阪神のチャンスでタイムリーとか出たりするとベンチで大喜びしてるけど、あれ前に阪神の監督やってた頃はあんなにウキウキしとらんかったよな。今の選手はこういうノリのがええんやろな、みたいなことを岡田が考えてる結果なんやろな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。